おう、こんにちは。PSG vs ソフトバンク2試合目。負けたソフバンがレッドサイドを選択ですか。オーライ。ブルーサイド取るのが主流だと思ってたんだけど、レッドサイド取りますね。レッドなんだ。まあ何かあるんでしょう。対策というか狙いが。いや、できればアーリーが欲しい。アニーやりたくない。アーリー取られたくない。さっきアーリー先出しだったね。何の問題もないからもう一回やってきそう。どうしようか。お願いだ、買ってくれ。アーリーバーン。アーリーバーンです。まあ、セナもスモールダーもさっきもオープンだった。農地はいないけどセナ検知がある。相手先出し、何を取ってくる？ハルマ・オリアナとちょっと見せてはいますか。タリアのミッドピックを想定しているので。カルマ？カルマミッドで。14.5ってまだ強いんだっけ？ということの PSG のファーストピックになった。ナーフ入ったの6?5じゃなかったっけ？カルマ？マジ？アッシュ空いていますから。取ってもいい。はい。あ、強いんだこのパッチ。得意ですよ。ミッドカルマか。主導権取るよね、連戦強くて。おダッシャーの2つ目で、なんだ、2つ目にパフォーマンス出てる。アーリが1位だけど、2位のこのタリア。で、本来だったらここでリーシンを取ってるんだけど、タリアバイのコンボ。リーシンやめた。カルマのシールドかなり強力ですからね。まあでもセットで取りましたが。取りましたね。バイタリアでロックダウンしてタリアのスキル当てるってやつだ。バイはね、刺さるときは刺さる。刺さないときはクソ空気だけど。相手がスモルダーだよな。カルマミッドなんだよね。スモルダー取るならまだ強いのか。カルマ問題は相方が消されてしまうということになります。で、スモルダー取られるんだったら、ここでセナ取るってことなんだけど、セナ取ったら、相方がいなくなるよね。で、TF、バンされる前に。OK。これ、カイサ欲しいな。まあ、ゼリでも OK。ゼリカイサ。機動力。突っ込む。スモルダー殺せ。まず、アッシュ消しておくこと。で、これでもう一体、まあ、ゼリ。のバンをすることがプライオリティとしては高いかなと思いますね。まあ耐えるんじゃなくてこっちからゲーム動かそうかって感じ。カルマクスモルダーだるいけど、ズバ抜けていること。スモルダーだと、まあ、そもそもスモルダー自体連戦強くないですから、相手ゼリーを消してくる。さらにはそのゼリーを上げたのは先ほどのところもそうでしたけど、スモルダーの成長曲線とゼリーは合うんですよね。同じタイミングで強くなっていく、ランブルだるかったけどどうする？レネクトゥン、まあ、突っ込む構成だからレネクの方が嫌だか。あえてフロントライン欲しいだろうし、ランブルよりかは確かにレネクになりそう。それ以上にレートスケールの AD キャリーを脅威と考えるんであれば、ジンクスカイサー、ジンクスですかね。あー、カイサバンされたー、実家ー。タリア、TF、あー、くそ、こいつらピックバンうまい。ゼリカ、カイサ欲しかったんだよねー。いやー。おい、ヤスオ、そうだ、セナヤスオあるやんけ。おい、セナヤスオやん。ちょっと待って、セナヤスオあるじゃん、こっち。ジグス？バックラインに対するプレッシャー最優先。セナヤスをやらないの、一回やったやん。いや刺さるよこれセナヤスは。正直ジグスか、なんとも言えねえ。レオナももちろんありでしょうし、AP ダメージが濃いね。 TF 一応 AD かでも全然いいですね。パイクという選択肢とかもなんかないですよね。まあちょっと出しづらいのは間違いないですけどね。ここに来てジグス、もしくはDCG リスペクトでこれでセナやりますか。
なるほど。これは何やるんだろう。お金をもうすべてフルフルで積み込むと、はい、いうことですか。パイクとかなのかな。形はですね、レクサ、カミール。ラストピック。サポートカミール。カミールサポート来ました。動き回ってカミールビスタが破壊するよってことかこれ。チーム全体のコンセプトとしてバックライン。カミールのウルトでスモルダー捕まえます。そこでジグスのウルト絶対に当たります。バイのウルトでも絶対当たる。もう絶対にスモルダー殺す構成、バックライン殺すよ構成。カイサとゼリーで自分から入ってきたかったけど、もうそれはバンされたので、ジグスのアルティメットでピュッて飛ばして、アルティメットだけで HP まあ4割ぐらい持っていけるでしょう。決して5対5の集団戦は強くないということですね。あー、SHG 側。SHG 側は、はい。これはね、難易度高い構成。ところですから、基本的には、ファーストアクションのところでベティを倒せるかどうか、そこは非常に重要ですね。さあ、PCS グランドファイナルゲーム2、PSG タロン VS 福岡ソフトバンクホークスゲーミングの試合、スタートです。今回、ウォッチパーティー、SHG のウォッチパーティーで、多分若干ずれたんでしょうね。SHG ファイティーンっていう、はい、瞬間のファイティーンのところが映像としてきましたが、ウォッチパーティー楽しんでるようです。ありがとうございます。いやただビスタ選手イグナイトヘイルブレード、しかもこれオラクルレンズなんですよ。初手取る気満々ですね。ウーディはそれに対してテレポートヒール選択でベティがテレポートです。ソナーが反応しています。おっと、ただこれはマントラ Q 避けました。一方で Q はほぼ当てましたね。ビスタレベル1でこれフックショット取ってビットレステイですか。いきなり狙うんですか。おお、狙った。フックショットいった。イグナイト打った。ヘイルブレードからファーストブラッドありそうですが、フラッシュアウト。メイプル、いやメイプル選手の心臓の強さ、あそこまでフラッシュ我慢するとはちょっと思わないですよね。これは駆け引きのところで仕掛けられるという判断のビスタ選手。いやただ素晴らしいファーストアクションですね。ミッドレーンはかなりダッシャー楽になったでしょう。フラッシュテレポートがないですからかなり大きいです。基本的にミッドのマッチアップはカルマの方が有利なマッチアップになって、レベル1でカミールがミッドに入ってったんだ。カミールなんかフラッシュ切ったね、殺そうとして。さすがに届かなかった。ボトムの連戦は基本何も起きない、もうシケマッチアップなので、サポートがいかにロームして決めるかって感じ。レベル1でタリアを有利させるためにカルマのフラッシュを使わせる。でこれカミールがまあ動き回るわけですよ。ちょっと意外でしたね。ジグスがウェーブクリアって 1v2 できるんで、特にスモルダー相手やっぱりグランドファイナル、というところですよね。それでやはり準備してきたと。だからまあミッドによく行くんだけど、このカミールがカルマってね、耐久力もあるクソチャンプなんだよね。足も速いしシールドもあるし RW で回復もするし、ベタ足なんだけど捕まえづらいキャラなんだよな。チケットピンになってますね。気にならないとやっぱりちょっと不安になりますよね。ありますね。カミールがね、仕事できるかちょっと怖いね。お互いジャングラーがボトムからトップにかけて動く。トップは TF 有利マッチアップよ。集団戦がレクサイ行かれてるけど、レクサイを殺すキル火力があるかどうかだね。こっちちょっとレクサイがすごい厄介だな。 CC も薄いし、ジグズのスキル当てづらいんだよね。いや序盤から攻めるよ。戦いに来るのか。フォレストフラッシュするけどトリプルノックアップ。カルマが強いんだよ序盤。エビもフラッシュ。それに追撃はエビ、ダメージがちょっと足りない。ダブルキルはメイプルだ。相手少数戦強いんだよね、これが。いやーカルマと死んじゃおうで序盤強いのよ。TF も連戦だけ見て強いけど、手段戦カスなのよね、少数戦。ああファーク3対3の有利を相手生かしてくるね。連だけ見たらこっちがいいけど、少数戦は
ここで油断したな、ソフバン。キーを使った予測ですかね。バイが Q がないんだよね。 Q をから来るのは長いのよ、バイの Q って。バイの Q がないタイミングうまくついてきた、うめえ相手。信者を回復えぐいな。超数戦最強キャラカルマも序盤強い。カルマ2キル。そうですね、まあ早くドラゴン取ろう。これでひるんじゃいけねえ。ドラゴンをもう5分で取って4ドラ23分で取れ。スモルダーがスタック玉毛切る前にそれで畳むんや。よし、次ケミテックドラ出ろよ。ケミテックドラゴン出てくれ。3つ目で出たらもうファックリメイク。一番最強のヘクステックドラゴン3つ目で来てください。ありがとうございます。ファーストドラゴン、ファーナルドレイク獲得したのはオーシャン。オッケー。シエ。の主導権といったところは SG が体を維持していますから、そこを生かしたドラゴンコントロールですね。ただ、PSG タロンとしてはそこまで、まあ、ファーストドレイク、まあ、取られても仕方がないと考えて。カミール・サプートが動き回って決めたいんだけど、行く前にトップ側で事故られてるから、少数戦が厳しい構成でもあるからね。どうしようかね。まあ、即番の構成の利点はグローバルアルティメット、タリアと TF でジグスのアルティメットのフォローアップ、まあ、キャッチ力だね。敵をキャッチする構成、5対5で戦うときついけど、まあ、敵をサイドレーンをウェブ押し込んで揺さぶって人数有利使ってって感じ。カミールイカれた火力は持ってるよ。フラッシュ持ってない。ちょっと待って、何回ノックアップすんねん。これはちょっとそもそものスタートの位置が良くなかったですね。ティフがフォーカス、いやー3回ノックアップされた、やーばい。地形の影響もあってサムに弾のスペルもないですから泣いちゃうよ俺。仕掛ける少数戦弱いんだよな構成が。カミールサポートピックするには無理に合わせる必要はないと。はい、カミールはリスクなく仕掛けられるんですか。合わせるプレイヤーがいなかったですが、ディスティニー。彼は捕まえづらいのよ。出た足だけど足が速くてシールドあって、精度を欠いているというシーンが続きます。やばいねこれ。今のところも正直これ序盤いなされたら構成終わってっからね。そうそう、奪っておきたかったという仕掛けだと思うんですよね。フラッシュを使わせなかった、ただ使わせることができなかったのでちょっと苦しい展開になってますね。俺レクサイ落とせねえしな ADC ねえと。キモい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 。選手も二グツになっていますから、ここのところのチェイスに関しては対応できますね。いやいいですね、エビはずっと食べ物勝負してると。そうですね。まあ多分アジ選手のアジは多分日本の魚のアジではないと思うんですが。まあ。でもタコしかり、フライングオイスターしかり、しかも本人もそれをネタにしていると。そうですね。カミールが食れるのかこれ。レーンワードもしっかり置いてるな。レッドバフのところに対して入っていく動きをレクサイが TF とダメージトレードすることによってちょっとサポートをしていますね。リサ選手がカバー入ることでそういった動きを抑えることができましたね。ナイスだけど何もつながらねー。カルマしぶとい。のポジションがまだ見えていないので、わあ。リスト選手としてはちょっと仕掛けられない。どうしよう。上がってないので、このタイミングでどっか仕掛けたいと考えていてもおかしくないですね。正直敵の構成が最強に見える。ここでもう全部ファイト勝ってしまわないと。TF がゴールドカード使ったからってことで入ってきたけど、ゴールドカード使ったってことはダメージが足りない、CC が足りないってことだ。誘ったはいいけどダメージがね。
前のウルトまで切ったからキャッチツールが消えた。ゴールドカードを右に投げることによって相手の仕掛けを誘ってカウンターというところだったんですが、 PSG のカバーが見事でしたね。まあ SG の構成的にもトップ側のアクションのところで主導権を取りに来るだろうということで、わーっと、そしておい PSG 強すぎるよー。てかピックマンまでうめえや。ちょっと警戒できなかったですね。やっぱデータ取られてる。完璧にピックマン対策されてんね。ソフバンは昨日も試合あって違うチームと戦ってたから、 PSG 相手のそのピックバンとか不利になるよな。時間がねえよ、連戦ながら2日連続。いやー構成がきちい。敵を倒しに行くというところ狙いたいですね。死んじゃおうを狙ってしまうとアルティメット時間稼がれてしまいますから、それ以外の対象ですね。ラカンス、モルダー、カルマ、この3名のところを狙っていきたいですね。かなりメープル強気にハラスを行ってはいるんですが、ちょっとこれフェリも冷静に避けて構成がドラゴンファイトになるか、どうすんだろう。オーシャンです。んー、ここのところは PC としては、まあ、間違いなく戦ってくる。そして、まあ、信者を生かして、戦ってくると思いますね。だね、うん、本当人数差つ作りたいね。奇跡起きろ。人数差、うん、人数差、相手が人数有利だわ。シュッ、逃げられない。フラッシュアウト。くそ。くそ。身長のアルティメットを使わせることには成功しましたが、機動力はこっちの方があるはずなんだが、相手の方がレーンの主導権握って視界コントロール取って先に動いてるから、こっちの強さが生きねえ。こっちもレーンを先に押して相手がそのウェーブを食ってる間にグループして敵を捕まえたいのに、相手が連戦強すぎる。トップ。このマッチアップ、エビがずっと常に勝ってるのに敵のレクサイのが強えや。ここで事故ったら終わりや。入っていく、フォローアップ、ジグスのアルティメットが、やめろジグス、バイのスキルでパッキン外れた。バイウルト打ったら Q 打つやろがい。その Q のところでずれるところにウルト打ち込むやろがい。普通そんなこともできねえのに、なんでこのジグス選んでんねん。終わったわ。最後アルティメットの追撃から4キル獲得は PSG。 マジでクソピック3、なんだこのクソゴミ構成。トラック送れ、送っちゃダメ、ごめん、と冗談。シャッターゴールドを手に入れたいと、ファン狙いだったんですが、自分たちの味方のチームのスキルによって位置がずれてしまって、ジグスが振られてる構成なかったですね。いやでもタリアからしたら打ちますよ。タリアの方がこの段階だとバースも出ますし、いや手前に持ってきますよね。その後の Q というのもちょっと外れましたか。そうですね、まあ、ここはもう SH 側がスキルの精度を今後も上げていくしかないですね、うん、こういうところで戦うというのは続けてますから、はい、さあこれでドラゴン獲得 PSG、 ボイドグラブもこれを取れば6体目となります。さあこれでボイドグラブ獲得。ちょっと待って、勝ってない、勝ってねえか、おいファック。どうでしょうね、やっぱりカミールのイグナイト、あーくそー、狙えないかなと思うので今は大勢がきつすぎる。いやーボトムお互いにお留守番したらスモルダー有利だしな。カミールが浮き回って試合破壊したいけど、カルマだから捕まえられないのよね。少数戦序盤から有利取らなきゃいけないのに、トップ側の少数戦弱すぎるし、いやこれね構成がマジで終わってる。何をやりてんのかわからん。だからウルト合わせてボーンっていう狙いしか考えてない。それもさっき決まらんかった。なんとかなってくれ、奇跡起きてくれ。よりはこっちの方がいいぞ、よりはこっちの方がいい、よりはこっちの方がいいんだ。やれ、なんか軽くカスなんだけど、なにこれ、ダメージがないんだけど、みんな軽くグッ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 
カルマのシールド乗ったらもうダメージ出ねえぞ。シールド削れんのかこの構成。ちょっとダメージが敵ずっと殴ってんのにダメージがない。そうなんだよね、誰がキャリーすんのこの構成、誰がダメージあんの。みんなダメージ持ってるけど中の下みたいな。あとは体力が減ったレクサイをフォーカスしようとした。メインダメージがどこにもない。フォーカスができなかったと。そこでずれてしまいましたね。TF もメインダメージじゃないし、バイもそうだし、タリアもそうだし、なんかもうサポート5人みたいな感じ。うまくね、これ。ばらけられ、ばらけさせてし、されてしまったということで、ダメージを合わせることができませんでしたね。さあ、そしてカウンタージャングル中、ウディ、さらにはベティが見に来て、フォレストは逃げようがない、ベティのキルになりました。このタイミング、相手はヘラルド勝ってるだろうということで、ヘラルドファイトはできないので、代わりにカウンタージャングル。こんなピックするんだったら、なんでレッドサイド取ったんだよ。ブルーサイドでワンチャンアーリー先出しできただろう。なんやこれ。そうでしたね。カルマもトップに見えてましたし、間違いなくヘラルドさんにはこのレッドバフ、あのね、自屈をね、苦し紛れに出すチームって大体終わってんだよね。LCK でも見たわ。むしろ上手かったなという印象だったんですが、大体ね、ジグスはマジで構成が終わる。まず SHE のポジションが分かってからアクションしようというところでしたね。DK の全盛期の時はジグスの使い方上手かったな。あの時はメタが違うからな。いや、ここ 2,3 年ジグス ADC たまに出てくるけど、マジで構成がいかれるんだよね。 ADC がいなくなるから。なんか理論上はね、あるんだよ。あのタリアがあのなんだバイがアルティメット打って敵1人捕まえる、タリア持ってきてそこにジグスのアルティメット当てる、そしたらワンコンじゃんってなるんだけど、なかなかね、そのセットアップがね必要だからね、丁寧なセットアップが必要だから、それが出ないのよ。ダメージが足りない。いや、このアクションで体力半分。ウリーが来ている。てかバイで特にコミュニケーションも必要だからな。レッドカードでのウェーブクリアを狙ったんですが、そんなのはもうお構いなしにタワーダイブ。フォレスト選手が日本語をやっぱ唯一喋れない、まあ、最近加入したからさ、コミュニケーションもちょっと怪しいよね。シーズン序盤もそうだったけど、バイがね、なんかコミュニケーションが 100% スムーズに通じないと思うから、さすがに少しでもエラーがあるとバイって浮いちゃうんだよな。セットアップが必要だから、細かい。あ、バイじゃなくてなんか自由に動けるリーシーンがいいなと思ったんだけど、SG としてはやはりこうキルを取れる対象が浮いたポジションを取るの、まあ今か今かと待っているわけですが、PSG 側のローテーションのところのズレがないですね。ない。今のところもトップに対するスライドといったところチーム全体で行っていましたから。ああ、まあ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 。こっからよ。こっから逆転したら主人公よ。これね、アニメ化です。代わりに倒されたという強敵相手。さあ、それも研究されてピックマンやられて2試合目。特殊な隠し玉でやるけど、それも通用しない。3試合目からよし、思い出せ、俺たちはどのような構成で勝ってきた。アーリー、リーシン、レクサイ、TF、OK! そういうことよ。自分たちの強さを生かしていこう。クソみたいな、なんかよくわかんねえ構成やんねえで。こっからよ。思い出すんや。今まで PCS チームを倒してきた過去の階層に入ります。お？おい、わ？でもね、勝てないと思うんだよね。結局ね、ワンキル取れても、これ、レクサいないんだよね。4対5よ。これ、5対4よ。人数有利よ。ほれ、一瞬、相手1人いないんですが。クラッシュアウト判断しましたが、ここはチャームに引っかかってダッシャーもデッド。4キル獲得、PSG タロン。あの、チームに一番大事な、ガチ OP タンクキャラがいなくて、これか。これレクサーいたらもう本当に誰も倒せないぞ。選手にしっかりとスキルが当たっていればもう一球で終わってる。かわしましたね。まずここのところでウディ選手を狙って相手のリアクションを誘う。ここでカミルがアルティメットをラカに使ったことによってメイプル選手は安全だと思って前に出るわけですが、ここでしっかりとバイが狙う。ここが素晴らしかったですね。CC チェインで何もさせずに。カルマ勝てー。
いやマジでダッシャーの神そのなんだタリアのスキルが上手くてなんとかキルは取れたけど、フォーカスのところここを避けられてしまったと、いうとか大きかったですね。当たっしっかりと CC 入っていればバースト足りて2キルのトレード2キル取ることができたんですが、このスキルどっちが見事でしたね。もう狙ってくるだろうと予測してました。そしてジャングルの中華麗なる登場をうまくフックショットで避けました。ビスター、これは個人技を見せていきます。 SHE としては今のようなところでちょっと強いところを取りながら、相手が甘えたローテーションしてくるのを捕まえていくというところをずっと狙い続けなければならないですね。まあ、次の試合を一旦ブルーサイド取ろうぜ。だからブルーサイドの方が良くねえか。ウィンはもう上に4人いますから、ここずれてくれたら仕掛けるんですよね。そうなんですよね。そしてここでメイプル選手がちゃんとレーン出ちゃんとじゃなくてですね、レーン出てくれれば甘えたことになるんですけど、シンジャオが視界管理するときにちゃんとジャングル内にポイント取ってますよね。さあそのジュンジャに対して最初にスタートを打ったんですが、硬い。いやメイプルがしっかり見ています。キルはベティに入りました。ここはもうバインの対、新庄のアルティメットを使わせた上で生還。泣いちゃうよ俺、相手強すぎるよ、構成終わってるよ、希望がねえよ。このインナータワー叩いてくれてればいいんですね。そうなんです、こんな構成やってなかったじゃん今まで。普段通りやろうぜ。ミッドジャングル間の距離感というところが非常に綺麗に行えてますよね。そのままバロンに触ります。 PSG さあこれでバロン獲得です。20分50秒でのバロン獲得。アジがダッシャーへ、殺せないと思うよ。浮いているぞ、これは浮いている。捉えたいゴールドカード、ただ硬い。ウィーバーウォールで追撃、1キロが欲しい。さあもう一度ゴールドカード、スシャープフックショット。アジはフラッシュアウト、テレポート耐え切って反転がありそうだ。ちなみにスモールダー来てないね。いやもう戦いに行く、アジを倒しに行く。ただボイドラッシュでアグロ、うわーこれでレクサイ死なねえのか。メープルのカバーこれレクタイ死なないだろうな。そしてアジが反転してくる。 SHE キルが欲しい、ダメージは足りない。なんかもうジグソのウルトで味方殺したみたいなエフェクトになってるわ。いやナイストライですが、ちょっとこれ装備さ、フラッシュインまっすぐ行ってぶっ飛ばす。シャットダウンよく取ったフォレスト、ただ帰ることはできません。そしてマーブルもどうやらこれダイブされていましたが、逃げ先もまあピックバンで終わってたからね。入って最後はベディの、これはね選手たち悪くないよ。コーチギャップだよ、明らかにコーチギャップだよ。なんだこのクソみたいな構成マジで。このインナータワー破壊成功は、この構成どうやって勝てるっつうの。まあ、ここのところは SHE としては あえて硬いレクサイを狙うことによって、まあずっとそのカルマと信者を、はい、スモルダー、ラカンとこの距離感はいいですから、そこ狙ってもカウンターされてしまうので、最も遠いポジションを取っている、浮いているレクサイをすぐさま倒すことによって、シャッターンゴールドの獲得。いや、前回戦った時ね、2-3 で敗れて5試合目行ったんだけど、狙いがあったわけですが、いやー、でも見てて思うのは、相手は対策がいいね。ソフマンが割と似たような構成で勝ってきたから、フォーカスされたら倒されるというタイミングで、レクサイのアルティメットで。常に似たような構成でキャリーしてたからね、特にアーリー、レクサイ、そこを徹底的にそのなんかバンされたり取られたりしてかなり苦しんでる。幅がな、ピールのプールの幅がちょっとあんまなかったよね、ソフマン。今までのチームはなぜかくれたから勝ってたけど、やっぱさすがにくれねえよな。心情のポジションが見えていないので、これ難しいですね。ドラゴンを飼ってるんですが、このドラゴンコールがあって飛び込めるタイミング作れるかどうか。さあドラゴンコールはあった、飛び込むタイミングを見てますが、アジがカバーしています。いや素晴らしいですね。4v4 です。さあエビが寄ってくる、もうその頃にはジュンジアの合流が間に合いました。さあ逆にエビに仕掛けに行ったジュンジアアジ、レジェンダリーコールがジュンジアへ。さあもうミッドのインフィーターだけでいいということで、スーパーミニオンをネクサスタワー前へ押し当てます。まあ
もう選手たちは次に切り替えてるでしょう。あれ本当にアルティメットか。レクサイが。ちょっとこれは当たらない。順調なアルティメットありますから継続してもおかしくないですけどね。ああやめました。ヘクスゲートを使って一旦下がります PSG。ボットのプッシュからそのまま継続してプレッシャーかけ続けるようですね。なるほど、帰らないと。耐えても勝てる要素ゼロ。チャンスがあれば狙うしかない、ね。レートゲーム勝てない。アジがまた浮くようなポジション。いやもう横からプレッシャー。ユージ、私正直諦めてるんだけど希望まだ捨てない方がいい。 PSG 強くない。あ、この試合無理よ。この試合は捨てよう。一瞬のフォーカス、リバーススイープってものが存在するんでね。今のところちょっとピックバンが悪い。ピックバンで変われます。4キル獲得 PSG タロンです。いや PSG 強い。ただまあこれはファーストアクションのところですね。DRX だってこっから逆転したのよ。1試合目毎回タコを殴りにされて、インビターが帰ってきて、こっから勝つのが主人公でしょう。ジジ、一旦ジジ。はあ、ファック。あ、一旦ね、あのピックマンはね普通にやろう。遊ばないで。ガチでイカれたファックピックマン。